さあ始めました、信州ブレイブウォリアーズの30ストーク。今回は我々3人が今季の試合を見ながら自由にトークを振り返っていきまーす。おはい、じゃあ第1節10月2日の、富山グラウジュース戦を、見ていきましょう。これ何、開幕戦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 、はい、みんな30分ぐらい出てますね。僕の3の確率がちょっとひどいぐらいですね、この試合は。5分の0のこれはちょっとあれですね。まあでも、まあでも7アシストできてるんで、うまい。あトラベリング歩いたな。これはマックの得点やな。そうやな。いいでしょ。はい、この顔。この顔。まあでも相当気合入っとったよな、これ。だから、ここちゃん。どうしたの？怪我する前やな。いや、でも、え、でも、怪我しとったよ。よし。あれ、買いませんよ。違う。東京の前。あれ、東京か。うん。おー。返し。君さ、ファールね。みんなそのビデオの音、フローちゃん、フローちゃん、フローちゃん、グッディ、走る走る走る、タラベリングじゃないの？オッケー、これね、これ取られないよ、これ取られんよな、でもよくやるけど、あ、うん。ごっつぁんシュート多いな。ごっつぁんシュート多いな。カモン。熊谷が出てこない。これ大丈夫大丈夫、コウサこれ。コウサ。あんまり見せ場ない。7リバウンドのリバウンド。7リバウンド取ってんの？これこ、これ、オートリオのリバウンド？今んとこその感じですかね、今んとこ。富山さん、いいとこ。一個も今んとこ出てる。ゲーム2。7リバウンドが。第、ゲーム1ね。来た。8本だな、8本10、あ、これだ、おい、いいシュートだ、イビス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 うわ、いいね、あー、いいね、おーいヤンジェミいたけどな。スルーパス。スルーパー。はい。やめなさい。次から危ないでしょ。アシスト。取られちゃう？もうアシスト。ヤンジェミにアシスト。今シーズン一本だけじゃんこれ。エドワー、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 ああ、もう、いいとこね。4キロの1分で、1本目。この時も全然入ってなかったんじゃん。入ってなかったよ。文字入ってなかったの。俺はチームで何パー入ったの。確かに。え、これ、2本だけちゃう ?3。ジョシュ。入ったっけ、あの時。あ、ヤンジェミの1本入ってる。あ、じゃあ3本や。ジョシュ、打ってないと。これもあれやな、苦戦がっちゃったこれはもうな、フォーメーションよかったコーチのね、うん、コーチのね、うん、2回言う2回言ったこれ、危なかったけど、これマックスさん危なかった、誰がオフェンスリバウンド取られたのこれお前だこんなはい、ということで第開幕戦ですね、富山グラウジュース戦富山戦はどうでしたか、はい、点差は分かんないですけど見事勝利ということで、どうでしたかどうでしたか
どうでしたか、富山さん。富山さんね、去年いたチームだから。古巣ね。いやいや、楽しかったですよ。楽しかったね。はい、熊谷さんは。いや、僕はあんまり自分の調子は良くなかったんですけど。まあ、でも数字に出てる通り。なんですかね、勝ったから本当ほっとした開幕戦ね。で、この、この週は、でも みんなちゃんといたよね。うん、うん、あ、タテさんが。あ、そう、タテさんはそういなくて。あ、怪我しちゃった。それはね。あれやな。まあ、怪我してて。そうですよな。で、みんなちゃんと30分ぐらい出て。出たね。まあまあ、この勢いで次も勝ったっていうことで。そういうことですね。まあ、でもスティールをね、みんなしてるってのがあっていいね。うん、ディフェンスチームだからさ、もうブロック2してる。岡田のブロック2がちょっと俺初めて見たけど、全盛期やん。はい、じゃあおさらいエベッサ戦、エベッサ戦いきますか。行きましょう。熊谷の絶好調の時でしょ。これは確かに絶好調ですね。はい、来た、はい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 、いいドライブ、はい、来た、これ、はい、何それ。何それ決めたと。何それ C がレイクスターズですね。なんで言っても僕のここじゃないとフルスですからね。2人投げ倒してた。画面から消えていきましたね今。2人投げ倒し解説ちゃうよ。投げ倒しやん。